ございます。よし、今日からまた伊藤類が戻ってきたので開幕戦まで、いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。環境も新たに開幕戦まで2週間来てるので、気持ちも体ももう一ギア上げれるように今日からまたやっていきましょう。はい、よし、はい、はい、じゃあ今度両手万歳で片足で、この状態でこの前もやって、このまま開いて戻すだけ。軸足のトレーニングね、軸足のトレーニング。 OK、 さあ行くぞ。はい、7回、はい、ゴー。 1、 そう、2、母子球に体重乗せて、3、4、5、6、7、OK、 5、6、7、8、9、OK、 終了。はい、さあ、様
ありがとうございます。かわいい、かわいい、スマイルだけ見といてありがとうございます。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 はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お願いします。懐かしい。ありがとうございます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 。グラウンドにいる時間も僕自身大好きですし、トレーニングする時間があるっていうのはいい時間が過ごせてるなっていう感覚なんで、僕は楽しくやれてます。まあそうっすね、まあみんなの予定とかスケジューリングっていうのがある程度一緒で、同じ行動できるんで、まあいろんな予定を立てやすいっていう部分に関してはすごくコミュニケーションが取れてます。すごく、まあ、ライン設定の部分だったりとか攻撃時のリスクマネジメントの部分だったりとかっていうのはすごく整備されていると思いますし、強固なものが作り上がっている段階にいるなと思うので、すごくいい、ものが積み上げられていると思います。開幕戦、まあ、3試合アウェーですけど、そこでの勝ち点っていうのは自分たちに自信をつけられる要素でもありますし、逆にそこで自信をつけられれば、ホーム開幕の時にファンサポーターの皆さんのエネルギーを借りてまた波に乗っていけると思うので、ここのアウェー 3試合を、まあ、絶対に勝ちたいし、いいものを表現したいなと思います。